様。今日は予約ないけど。どうされました？あれ、金沢恭平が、あの金沢恭平、お知り合いですか？別れた彼。え？探したよ。どうして探すの？もう。じゃあなんでルリはここまで来て博士を探してるんだ？どうしてそんなこと。ここは俺の地元だぞ。女優の星川ルリが博士を探して酒屋を回ってるって同級生が連絡くれたんだ。それを聞いてどうしても会いたくなって会いに来た。今さら関係ないでしょ。それでいいのか？本当にそれでいいんだったら何も言わずに帰るよ。待ってください。そんな簡単に諦めていいんですか？ルリさん、わざわざ探してここまで来たんですよ。ウイスキーを探してただけじゃないんです。思い出のおつまみを一緒にと言われてミックスナッツとチーズをご用意したんです。でも香りと味が違うと言われて、それほど大事にしている思い出を簡単になくさないでください。俺と一緒に帰ろう。さっき私たちが作ったスモークチーズやスモークナッツと一緒です。ルリさんはルリさんにしかわからない微妙な香りや味を感じて、何かすれ違いや性格の違いがわかるって言われましたよね。性格が違うのは人間ですから当たり前です。すれ違いがあってもまたこうやって出会いがあるから人生は楽しいんじゃないですか。さあ早く一緒に帰らない？白秋もそれに合うおつまみも作ってくれたんだもん。一緒に行って。こら、うるさい。俺も白秋もらえるかな。でも車。ああ、今日はもうここに泊まるって決めたから大丈夫。でも明日も撮影だから5時起きだけどね。あ、みんなも飲もうぜ。やった金沢恭平と一緒に過ごせるなんて。ちょっとなんだよ。お前じゃねえよ。ちょっと行ってきます。松さん、本当に好きで。
一つ聞いてもいいですか。どうぞ。瑠璃さんが微妙に違うって言われたスモークの違いって何なんですかね。多分俺がよく使ってたスモークはウイスキーの樽の木を使ったウッドチップでスモークをしてたから、食材にウイスキーの香りが移ったんじゃないかな。なるほど、そういうことか。確かに赤ワインを使ったソースと赤ワインが抜群なのと一緒ですね。切っても切れない関係って素敵よね。それっておのろけですよね。え、やまあ、ちょっと今日のことは内緒だからな。どうしようかな。まっちゃん、どうすれば女優になれますか。緑、何をすればいいんですか。全力で人生を楽しむことかな。人生を楽しむ。そう、どんな辛いことや悲しいことがあっても全力で人生を楽しむ、その気持ちを忘れないことかな。わかりました。希望ある人生だな。ドラマ見てるみたい。いつか僕も使っていいですか。ご自由にどうぞ。あんたには10年早いから。あ、もうなんだよこれ。ちょっと言ってみて。なんて言ってましたっけ。もう覚えてなきゃ。なんだった。もういいよ。